おはようございます、モゴーです。本日、僕にしては珍しくエルフを使ったデッキを紹介していきます。で、このエルフがかなり強くて、終盤戦になっても打点が、減らないんですよね。ユグドラシルと、このホワイトバナラっていう新レジェンド、エルフの新レジェンド2体のおかげで、終盤打点が減らないっていうアグロ、エルフをちょっと今回、使っていこうと思います。ぜひ、最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、ということでマッチングしました。ロイヤルですね、でもだめ。ちょっと、ロイヤル今すごい強いらしいんで、ここはぜひともしっかりと勝っていきたいですね。ちょっとこう、1コスから動きてんだよな、この、あれは。このエルフは。ゴブリンか、せめて、ウォーター、フェアリーを引きたいけど、少しでもやっぱ1ターン目か、打点、ゴブリン引いていく、オッケー。とりあえず、2、3って動きまで見えてるんで、これ、で、対空射撃があることによって、マーズにも一応耐性があると。出た、この白と黒のケット、これマジ強いからね。あれから出てくるイメラっていうフォロワーがマジクソ強くて、連でいきます。まあ本来このテンポであれば、ちょっとテンポロスになる純粋な歌い手はちょっと出したくないんだよな。なんか他の3コスのフォロワーを、できれば出したい。うわーに、ピーピー動かない。よし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 。対空2枚目。まあ、うまいこと盤面取っていけばいいんで。まあ、マーズとかに打点のある。こういうマーズをやっぱ対空でパーンって取れるのがやっぱ強い。アレアも強い。これ対空、純真で。オッケー。かなりテンポ。あと、インセクトキングもこれ、盤面取るためにはかなり欠かせないカードなんで、対、やっぱこういう、ロイヤルに対しては、出た、先人の騎兵、こっからだな。この先人の騎兵からなんだよな、マジで。こいつが出てきてから、どううまいこと立ち回っていくか。まあ、ここ、アレアでもいいかもしんない。もう、アレアで、別に顔の2点はもう諦めて、これ、アレア1コスなるんで、3点なるんで、そしたら。顔の2点はこれ、諦めるか。絶対盤面取った方が強いもんな。アレア進化して、ただ一応裏目、逆境への対処とか来ても、これ、無視でいいか。飛んなくていいや。どうせルミナスメージ進化でしょ。だったら別に取る意味もあんまないかな。こいつが有利交換できないんで。少しでも顔詰めてホワイトバナラだったり、ユグドラシルの剣内に入れていく。まずぜー。けど多分この5-4を上から食えなくない？それだと。ヤイバネズミ？いや、ヤイバネズミじゃ無理だ。ランサー進化かな。あ、進化権は、マーズに切る感じか、相手。マーズに進化権切っていく。うわ、調べつえ。ウォーターフェアリーウィスパラー。ただここ一旦純真か。でこれぶつけて、イノセントキング。ちょっと受け身だったかな、このターン。
ちょっと受け身だった感あるな、これ。いめられた。こいつ突進ついてナイト出すから。進化源は近内。オッケー。フェアリードラゴンも引いた。心で聞いて。これいって、対空であれ取って。これ相手フェアリードラゴンはないか。いやフェアリードラゴンいったろ。でこうやってバフかけて1号にしとけば、これで盤面取るみたいな。難しいなぁ。あー、そっか、嵐の絵使い。しまった、もう、お前、そんなうぜえカード入れんな、デッキに。ウィスパラーナイス。刺激者。フェアリー。何して遊ぶの？何して遊ぶの？よし、あと10点でしょ。8ターン目のほんとスカイフォートレスがマジバケモンなんだ、あいつ。うわ、ちょっと待って、これチョイスしたカード2枚加えるのか。2枚加えて PP6 回復、めちゃくちゃじゃない、あのカード。これマグナスでどういこうか。ファンファン相手のターン。相手いや、イメラやばいな。ジョワイトバナラと、要素刺激者ルミナスメージで、はい、ウォーターフェアリー、これ一回純真。うわ、リーフマンはこれ強いな。リーフマンなのか妖精の刺激者なのか。でもこれ結局どのみち進化圏は切らなあかんくない、そうやから、これリーフマンでいくか。純真をこれ進化も切っちゃってて、さすがに4に抑えた方がいいかもしれない。こうすれば全体的な AOE が嵐の槍使いしかなくて、ロイヤルはまあ進化圏まで使って3面処理までだと余裕できそうやな。もうだからそのカードほんま反則やねんって。フドラセンフェンサーの方が可愛かったしな、しかも。あなたに届いて。隊長、戦は続く。少しスモー
うわー、ちょっと待って、これほんと戦場の危険が強すぎる。回復あんのマジ鬼だ。あー、イグドラシルやっと引いた。もう出すか。うわ、ちょ、どうするこれ。どうすれば勝てる、こっから。ちょっと待ってよ。妖精の襲撃者、フェアリー、フェアリー、神羅の怒りだと、何点 ?3、2、2で、7点プラス、いや、足りないな。うわぁ、顔来てる。カトンで取るか、ユグドラシルを。なるほど、そういうカードあったか。いや、でもそれ動きとしてそんなに強くない、俺からしたら。これでも全然アルベールの代わりになんないとか言ったけど、全然なってるな。現にアルベールより攻撃力高えもん。うわぁ、ちょっと待って、これどうすればいいんだ、これ。ちょっと一回刺激者無双行くか。これはもう正直顔詰めまくりでいいと思っていて、相手ももう仕掛けないからね。7点神羅の怒り、ホワイトバナナで一応 6点まで見えてる。あと1点でもいいから残ってくれれば。あと1点でもいい、残ってくれ。こんな長引くような試合じゃないのはね、分かってるんだけど、ちょっと思った以上にロイヤルの盤面制圧力が強すぎて、盤面取り返すと同時に打点を出してくるから。あ、これはワンチャンあるか。1点でも残れば。回復、ここだから白のマグナスか。あ、だったら勝ちだ。よし、ホワイトバニラで勝ちです。ホワイトバナラで。まあ、でも何しても勝ちだけど。容赦ができません。オッケー、ありがとうございました。お見事です。これがね、白狼を失いし、エルフの新しいリーサルプランです。なあ、よく、お前どういう気持ち荒らしてんのこれ。放送荒らしてるやつ。お前ら、何とか言ってみろ。おい、クズリスナーども、なんか言えよ。どういう気持ちで見てんだよ、お前。クズなんだったらクズらしく、お前おとなしくさ、見とけ。
この序盤はもうひたすら盤面を。このトップゴブリン強い。このレーネとかいう人がマジで強いな。心で聞いて、予想したのに。バナラめっちゃ引くやん。あー、この潜伏のやつか。これはかなり危険なので、ちょっとこのホワイトバナラ、進化して顔詰めちゃっていいんだ、復讐入んないし。あー、なるほど、これで負傷入っちゃって、消滅して相手にだけにメリットがいって、エメラダとかワンチャンある。これあるか、復讐ギミックだもんな。あー、ない。本当にこのフォロワー絵に描いたようなアグロバンプだな。決闘の王、ダークネスメイデン、ブラー出た。少し本気を出す。ロイヤルダークに歓喜せよ。いやー、でも森のこのやる、これがマジで強い。しかもこう、何がやばいってさ、ユグドラシエル、このユグドラシエルドレインなんで、あのもう全部吸い止めますこれ。だからアグロ殺しのできるアグロって感じ。アグロを殺すアグロだから、これユグドラシル、マジでこいつドレインについてるのマジやばいと思うんだよね。これアグロ完全に破壊するから、ブラッドクイーンバンビ来た。あー、このコンビ強い。あー、このコンビ強い。自然に帰りましょう。さすがにね、盤面抑えてきたか。いや、
これさ、ユグドラシルに、シンラの怒り使っていいんじゃない？これ。自身に付与するという。で、ドレイン、しながら盤面を抑える。いや、強いわ。ユグドラシルこれ単体での性能も抜群にあるな。これだけでも7回復してるもん、これだね、これ。この試合。7回復してますもん、ユグトラシエルだけで。ダークネス、ブラッドメイデン、ブーラー来た。盤面。相手がもう完全にビビってもう盤面を抑えるようになっちゃったな。よし。こうなればもうこっちのもんだ。あ、これ勝ち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 。これホワイトバニラで勝ち。これホワイトバニラで勝ちです。1。で、最後、まあ、シンナーに一回使いますか。あ、違うわ。あの、これで、あの、ちょうど。オッケー、ありがとうございました。強い。アドロマジ完全に封殺してる。強い。このデッキマジで強い。